土納市の紋章、土納は、ロシアのプスコフ州東部にある町。州都プスコフからは東へ113キロメートルの位置に、ある。プスコフとボロゴエを結ぶ鉄道及び、サンクトペテルブルクソリツイネベリを結ぶ鉄道が、この地で交わる鉄道の町で、市の紋章もこれを表している。人口は2002年全ロシア国勢調査で1049人。 1979年の調査では12,406人であったが2005年の見積もりでは1万人を切っていると見られる。15世紀初め頃の記録には土の大人のる村々がすでに登場する。1897年、ルイビンスクからプスコフ、リガを経てベンツピルス港へと結ぶ鉄道が開通した。同時に駅の周りに集落が誕生し、 1904年には、サンクトペテルブルクからの鉄道も開通して集落は大きくなり、1925年に主となった。土能の駅は、ロシア最後の皇帝ニコライ2世が、2月革命の最中の1917年3月15日に、大尉の証書を書いた場所でもある。 第二次世界大戦では1941年7月18日から1944年2月24日まで、ドイツ国防軍の占領下にあり、赤軍のレニングラード戦線及び第二バルト戦線により脱回された。建材工場や繊維工場などが立地するが、現在も、市の経済活動は、鉄道工場など、鉄道関係に大きく依存している。土の王、 行政中心地とする周囲のドノフスキー地区は、食肉や乳製品生産などのほか、ピートの採掘で知られる。ありがとうございます。